ブラーデンスバーグの戦い、ブラーデンスバーグの戦い、ブラーデンスバーグの戦い、A、バトルオブブレイデンスバーグは、米英戦争の終盤の戦いである。ここで、アメリカ軍が敗れたことで、首都ワシントン DC は、イギリス軍によって占拠され、ホワイトハウスなどの公共建築物が放火された、ワシントン焼き討ち。ドイツ・フランス戦役により、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトが失脚。 エルバ島に流されたことで、ヨーロッパにおける戦乱は一旦終結し、イギリスはアメリカ大陸に大兵力を動員することが可能となった。それを受け、カナダ総督のジョージ・プレボスト共和に方面からアメリカ合衆国に侵攻する作戦を立案、実行した。プレボスト自身はカナダの本部からニューヨーク州に侵攻する部隊を率い、シャンプレーン湖に向かった。もう一体は、 ロバートロス将軍の指揮でアメリカ大西洋岸中部のチェサピークに送った。この動きに対しアメリカ合衆国陸軍長官ジョン・アームストロングはイギリス軍の攻撃目標は戦略的には重要でないワシントン氏ではなく軍事的な要衝であるボルチモアであると考えていた。しかしイギリス軍はボルチモアとワシントン両方を攻撃目標にしていた。プレボスとの思惑は アメリカ軍によって焼き払われたカナダのアッパーカナダ、現在のオンタリオ州の首都ヨーク市、現在のトロント市の報復であった。ロスの部隊は1814年8月にメリーランド州に上陸、パタクセント側に沿って進軍した。一方、迎撃するアメリカ軍の指揮官、ウィリアム・ワインダー巡将は1813年7月のストーニークリークの井で捕虜になり、 直近の捕虜交換で復帰した、有能とは言い難い人物であった。彼の直属の部隊は、竜騎兵120及び、正騎兵300であったが、それに加えて、民兵1500人を動員した。また、開戦日までには、増援部隊として、さらに5000名の民兵が到着しつつあった。しかしこの民兵たちは、訓練が行き届かず、装備も貧弱であった。アメリカ軍は数的には、 勝っていたものの、ヨーロッパから転戦した、経験豊富なイギリス正規兵と対峙することを、余儀なくされた。南進するワインダー軍は8月21日、ロングオールドフィールズとウッドヤードの近く、アッパーマルボロで、イギリス軍と対峙した。イギリス軍の動きから、ブラデンスバーグがワシントンを防衛するようになることが、明らかであった。ブラデンスバーグを死守すれば、 ボルチモアとアナポリスへ至る道路を確保することができ、その道路から援軍がこちらに向かっているはずであった。イギリス軍がワシントンに向かうとすればその進路は二つしかなく、そのうちの一つであるアナコスティア側の登流は容易に渡可が可能であるため、こちらの守備を固めることにした。部下の将軍、トビアススタンスベリーに、ブラデンスバーグの前の最前の位置に陣取り、 攻撃を受けた場合はできるだけ長く抵抗することと命令を下した。将軍スタンスベリーは、レーガン、シャッツ、スターレットの、かくれん隊、ピクニーのライフル狙撃隊及び砲兵隊を、町のすぐ東にあるローンズヒルに布陣させた。アナポリスからの道路はこの丘で分岐し、アッパーマルボロからの道路はその右と後を通っていた。ワシントン。 ジョージタウン及びボルチモアに向かう道はその背後で交差していた。この位置からは通信線を確保しながらイギリス軍が近づいてくる様子を俯瞰できた。8月23日午前2時30分、スタンスベリーにワインダーからの伝令が到着。ワインダー軍が東流を渡って交代しか流の橋を焼くつもりであることを伝えてきた。スタンスベリーは驚愕し、 右翼の情勢が変わったのではないかという根拠のない思い込みにとらわれた。すでに配置を済ませていた部隊の防御を固めようとはせず、すぐに宿営地を引き払うことを指示、疲れた兵士たちを率いてブラデンスバーグ橋を渡った。そしてこの橋を焼くこともなく、1.5マイル離れたレンガ工場まで兵を進めた。このことで彼らはすべての戦術的な利点を失った。 スタンスベリーはそこからさらに、ワシントンの東、ブラーデンスバーグの町からポトマック川の東流を、私、西岸二陣を構えて、防御を固めたが、その配置は、最善とは言い難かった。8月24日の正午ごろ、ロスは、ブラーデンスバーグに軍を進めた。スタンスベリーの取った戦術的な誤りはすぐに、露見した。高知二陣を敷いていれば、 イギリス軍は攻撃の際、相当の損失を覚悟しなければならなかった。また、ブラデンスバーグの連が構造物を間に合わせの砦としておれば、イギリス軍をやはり損失の多い紫外戦に引きずり込むことができたであろう。また、橋を焼き落としていなかったので、そこも守る必要もあった。スタンスベリーは不評を川岸から遠く離れ配置していたため、 川を渡る敵軍を抑えることができなかった。橋の北に配置されたボルチモア砲兵隊は強力な砲台を持っていたが、融通が効かず、橋が確保されるのを防ぐには、斜めから撃つしかなかった。前線を視察するため馬で訪れたジェームズ・マディソン大統領は、橋の近くで危うく、捕虜になるところであった。戦闘開始後、アメリカ軍の第一列は、イギリス軍正規兵を前に、たちまち、 そう崩れとなった。第二列にいたジョシュはバーニー海軍巡将の指揮する400名の水兵や海兵がカットラス、剣やパイク、槍による白兵戦で抗戦したものの援護を受けることができず交代を余儀なくされた。この戦いでバーニーは太ももにマスケット銃の弾を受けて重傷を追い捕虜になった。ワインガーは退却の際にも適切な指示ができなかったので民兵たちは あてもなく、逃げ惑うばかりでまともに撤退できなかった。混乱し、隊列を乱したアメリカ軍の退却の様子は当時、見物であったらしく、1816年に作られた、死により、ブラーデンスバーグの競争と呼ばれることになった。アメリカの民兵は、ワシントンの島市を逃走し、マディソン大統領も、連邦政府の役職者たちと共にその後に続いた。歴史のある絵画や、 工芸品がホワイトハウスから運び出されたのは大統領夫人ドリー・マディソンの指示によるものであった。その日の夜、イギリス軍は抵抗を受けることなくワシントン市に入りホワイトハウスなどに火を放ったワシントン焼き打ち参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。